2月1日、釣り堀しみちゃんです。早いな、もう2月かよ。そう、昨日夕方のニュース見ました？エブリィ、あれですっげー嬉しいニュースやってましたよね。何かって、あのうなぎの稚魚シラスウナギがね、去年の60倍取れてるんですって。で、2017年が、結構まあ平均的に取れてて、18年19年この2年間がもうほんとやばいぐらいうなぎ取れなくて、うなぎの値段が高騰したんですよね。でね、うなぎの稚魚って一番取れるピークが3月なんですって。で、だいたい3月にたくさん取れて、その時の漁獲高をこう、なんていうんですか、比較してるらしいんですけれども、今年は1月の時点ですでに去年の漁獲高の60倍取れてるんですってね。何が絶滅危惧種なんだよね。結局は黒潮に乗って海からこう回遊してくるわけですよね。で、黒潮が結局まあ接岸するとか接岸しないとか、そういう位置関係でまあうなぎの量が、まあ、減ったりとか増えたりとかっていうことなのかなと。まあそれにしてもね、60倍取れてるってすごいですよね。まだ1月ですからね。あと2、3だから、ね、変な話90倍とか、ね、100倍くらい取れるのかもしれない。そしたらうなぎね、安くなりますよね。だって成田山ね、うちね、ここのお店千葉なんですけど、成田山がね、うなぎ有名でね、成田山なんて今行ったらうな重1杯5000円じゃ食べらんないんじゃないの。その辺の高級ステーキとか、あれだよね、なんか高級焼肉店と変わらないよね。うな重1杯だよ、うな重1杯5000円超える時代だもんね。まあそんなこんなでして、よかったですよ、60倍。今年は期待は持てますね。桜エビね、静岡の駿河湾の桜エビなんかも復活するかもしんないな。あ、そんでね、もう一つ、昨日の夜ね、チャレンジしてみました。全部見れるかなと思って、うちのシミチャンネルのもぐもぐタイム5、沼秩父編、夜寝る前にですね、お酒飲みながら見てたんです。結局6分35秒で寝ちゃいました。やっぱりね、全部見れませんでした。あれ絶対あの動画面白いよ。ほんと不眠症の人とか絶対一発だね。夜中見るとね、ほんとイチコロです。まあさておきですね、昨日の、pH チェックね、これ本題、この動画の本題は、pH 測定なんですけど、昨日がね、7.91、 その前の日が 7.88、要は一回ね、pH が上がってます。7.88 から 7.91 だね、昨日ね。91か93、どっちか。7.9 台まで上がりました。で、まあ、今日はね、まあ水見てても、本当もう今更言うのもなんですけども、もうかなり綺麗になってるので、まあ魚のコンディションもね、もうぐるぐる回って、今餌くれ言ってるんですけど、まあ特にね、異常なしです。バッチリです。で、まあ今更ね、まあペーハー測るのもなんなんですけど、まあこれね、日記なんで、とりあえずね、測ってみますね、今日も。昨日がね、7.91、あ、93か91。じゃあ今日はね、どれぐらいになってるか、ちょっと測ってみましょうね。ここね、よーくこう、まあかき回さってると思うんだけど、どうなんだろうな。上と下で、
ね、表層と底付近ではまたね、あれ動かねえな、ペーハーって変わってくんですかね。結構ね、でも混ざるようなね、こう上と下がこう混ざるようなね作りでこの釣り堀作ってあるんで、まあ、ペーハーはね上も下もそんなに変わらないようにはできてると思うんです。 7.79、 7.81、 あれまた少し落ちてきたかな。昨日が 7.93 か91だったんだよな。今日 7.81 ぐらいだね。7.83。7.83 ですね。見える？ 7.83。うん。7.83。7.91 から7.83。ペーハーが下がりました。それでもね中性ですよね、まあ、適正な数値なので全く問題はありません。しかし抜群の安定感ですね。いやでもあれだな、うなぎの60倍の漁獲高っていうのはなんか2020年のなんか一番のあれだな、ホットニュースだよな。だんだんね魚がこの音でね、これあれね、いつも通りまた餌砕いてるんですけど、これねコンコンやってると魚がねどんどん集まってくるんで、ちょっと餌あげますね。はいよ、今日は土曜日なんで週末です。明日日曜日、2月1日2日ね、結構子供たちもお休みだから来てくれるかな、どうかな。釣れたーとかっていうね、あのキャッキャッキャッキャ言ってる、まあ、ああいう、 こう子供たちの声を聞いてるとね、こうほっこりしますね。来てほしいですね。ここのね、釣り堀は、ルアーショップのね、ビッグゲームっていう、ルアーショップですね。ルアーショップ、海の専門店。海のルアーショップの専門店の奥のスペースでやってるんですよ。で、結構お店の中はもうねオープンしてね20年弱になるんですけど、お店の中すごい綺麗です。で、清潔感をね出していくっていうのはね、僕の中でも一番こう一番意識してるところなので、でかなりね釣り堀の方も綺麗です。清潔感バリバリあるんで、結構カップルで来られてもいいんじゃないですかね。悪くないと思いますよ。よくある釣り堀っていうのは、なんかじめーっとした、なんていうんですか、シダ植物とかがね、こう生えてそうな雰囲気じゃないので、かなりね、こう、いい感じの雰囲気の中でやってますので、ぜひ、お越しください。多分ね、なんかこう、インスタ映えとかもするんじゃないんですか？よくわかんないですけどね。で、漢字の魚もね、かなり釣れます。でね、そう、昨日ね、針の先っちょにちょこっと餌をつけた方が一発で食いますよって僕言ったんですよ。で、それを動画でね、実証しようと思ってカメラ回したんですよ。カメラ回した途端にね、食わないんですよ。でね、カメラ止めて、もういいや、動画なしって言った瞬間に、レンチャンで入れ食い。まあこれ、釣り番組のあるあるなんですけど、いや、魚たちも多分分かってるんですよね、いろんなことを。
まあ、そんなこんなでね、動画にねうまく収められなかったんですよ。でね今度私のねお友達かなんかが来た時にちょっとねスペシャルなやついますから、一人しけちゃんって言うんですけどね、彼が来た時にちょっとね僕カメラ回しながら彼にちょっとこうその辺の違いの部分をね釣りでね見せてもらおうかなと。餌の付け方でこんなに変わっちゃうんだよっていうのをね、その、まあ、スペシャルなね男しけちゃん、しけちゃんに友情出演で出てもらって実証動画やってもらいたいなと思います。っていうか やらせます。うん。でこれ残りあるんでこれ曲げちゃいます。結構ね、タナコとかね、フナをここの池に入れるのに僕個人的に朝ねオープン前に行くんですよ、鳥に魚釣りにそうするとね、現場で出会うねタナゴのおじさんとかフナのおじさん、あの70から80歳ぐらいのねあの仙人みたいなおじいちゃんとかいっぱいいてね、でそのおじいちゃんたちにねいろいろこう僕話聞きながらやってるんですけど、やっぱ彼らのねなんつうのかな、こう長い年月かけてこう築き上げられたテクニックってすごいっすね。でそのやっぱりね一つにその餌の付け方でね、そのおじいちゃんにねいろいろ教えてもらって、まあ、餌こういう風にした方がいいよとかね、グルテンは張り持ちがすごいいいからねとか餌持ちがいいからねとかいろいろねこう教えてもらってやったんですけど、いややっぱりね理にかなってますね、素晴らしいっす。だって僕がね6匹7匹釣ってる間におじいちゃん30ぐらい釣るからね、本物ですよ彼らは。すごい、だって1日やって船だけで150とか釣ってますからね、1箇所のポイントで。俺なんかどんなに頑張ったって20いかねえよな。いやすごい人たちがいますよ本当に。でそのおじいちゃんはねちなみに会長と呼ばれてるんですよ。であんまりにもね僕が釣れなかったんでその時ね、そしたらねおじいちゃんがね釣り竿と僕が使ってる仕掛けを君にあげるからこれで釣ってごらんなさいと。でねもうその道具一式あげるからこれからそれをねちょっと極めてみなさいと言われて、あのインド渡されたんですでそれからねあの行くたんびその道具使ってます。だいぶね上達してきました。いや恥ずかしい話ですよ本当に。ってことでね、釣り堀ねサリド釣り堀なので今のところね1日最高で1時間で18匹、この最高記録を誰かがねそのうち更新すると思います。やっぱ手返しとかねなんかいろんなのあるんで、大好きな人はねちょっと研究してみてください。ということで、今日のペーハーねちょっと脱線しましたけど、ペーハーは7.81、7.91 か93、昨日93ぐらいだったのがまた少し中性寄り、まあ、弱酸性寄りに少し傾いてつっても 0. いくつね、7.81 でフィニッシュです、こんなペーハー測定動画が、お気に入りの方はチャンネル登録お願いします。それではまたご来店の方もお待ちしております。また明日もよろしくお願いします。それではまた。